ほん、ぽぽちゃんだよ。メルちゃんだよ。今日の動画は伏線だらけのおままごと動画、一つも伏線回収されなかったらただのホラー動画じゃないかっていう企画だよ。あ、もうお昼の3時なのか。晩ご飯を作り始めるにはちょうどいい時間かな。それじゃあメルちゃん、一緒に作ってこっか。イエーイ、作ってこー、レッツおままごと。よし、今日は何のご飯を作ろうかな。まずは食材選びからだね、メルちゃん。そうよね、ポポちゃん、食材選びはとっても大事だから慎重に選んでいきましょう。どんな食材があるかな。どれどれ、人参に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 、青だぬき、青だぬき、グリーンピースに、バラバラになったナス。パパちゃん、この食材ってもしかして、もしかすると。メルちゃん、察しがいいね。どうやら今日は野菜の料理はダメみたいだね。メルちゃん、申し訳ないけど今日はこの料理にするよ。ポポちゃん、 YouTube でこんなもの料理しちゃって大丈夫なの？この料理がもし出来上がったらみんな大丈夫なのかしら。メルちゃん任せて、ポポちゃんがしっかりこれを料理するよ。絶対に失敗できないんだ。ああ、そんなこんなしてるうちに時間が6時10分になっちゃった。いかんいかん、タイムリミットがもうすぐそこまで迫ってきてる。早くあれをオーブンで焼かないと。はいしょはいしょ、なんかピザを焼くみたいだな。でもこれピザじゃないんだよな。そんなことよりもう時間が迫ってるんだ。早くセットしないと。ああ、早く時間、あ、時間じゃなくてオーブンの時間を30分にして。そう、この30分っていうのが大事なんだよね。6時10分の30分後って。ああ、しまった、まだ罠にかかってしまった。今何時だ。あ、3時になっちゃった。大変だ。あれはちゃんと焼けているのか。ピザ窯じゃなくてオーブンで焼いたあれは、あ、ちゃんと焼けてる。もうダメかと思ったけどちゃんとできたじゃないか。よかった。うん、とってもいい匂いがする。よし、これ早くみんなに取り分けて食べさせてあげないと。みんな、ポポちゃんのご飯ができたよ。うわ、ポポちゃんありがとう。小麦粉と卵を使った美味しそうな料理ね。そうだよ、みんな、これは小麦粉と卵を使った美味しい料理だよ。ゆっくり食べてね。